こんばんは。いやー今日はねちょっとねいろいろねカメラの設置に手間取って、実はねまだ一発持ってないんですけど、テイク5ぐらいなんですよ。さあこんぐらい大丈夫かな。さあということでね、今日も始めたいと思います。ブルーバイからで今日はねスタートします。さあ果たして何点ぐらい出るんでしょうね。じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ行きます。スタンバイレディーゴー。いやー今日も寒いっすね。またストーブ焚いてますよ。弾はどこ飛んでったのかな。さあ、一発ですね。しょうがない。あとのは10点入ったんですね。さあということで、じゃあ第2ターンいきます。はい、スタンバイレディーゴー。小手先で入れてる感じだな。かな。さあ最後一発。30秒前です。まあこんなもんでしょう。さあとりあえず一発終わりました。いや最後の一発はよくねえな。さあ何点でしょうか。90、90。
と意外と粘ったな。8点2個ぐらいいったと思ったんですけど、なんとか10点で踏みとどりましたね。踏みとどまりましたね。まあ喜んでる場合じゃないですけどね、とりあえず95の 3X かな、95の 3X ですね。ちょっと一発目でもったいなかったですね。さあ続いてプレートいきたいと思います。はい、ということでね、次プレート競技やりたいと思います。今と5点マイナスということですね。じゃあまた自動音声装置使って今日も行ってみましょう。¡Gracias!
タンバイ。ちょっと早いね。まあとりあえずでも来られたんでね、聞きました。ね、あの焦点がね、焦点を的にとかね、要するにサイトに焦点がね、いかない時なんですけど、これってね、やっぱ大体あの振り上げた時に、なんかちょっといつもと違うフロントサイトの高さだったりね、まあ要するに重厚がちょっとね、いつもより上向いちゃったりとか、まあ下向いちゃったりとか、まあ、横向いちゃったりとかね、する時に多いような気がするんですね。だからやっぱグリップというかね、振り上げなんですよね、プレートやっぱね。まあでも、なんとか13枚当たりました。さあ最後シルエット頑張りたいと思います。はい、あ、これそう、はい、じゃあシルエットいってみましょうか。ここまでブルズアイが95、プレート52ってことで13点失点なんですね。まあこれシルエットを38点でいけばグランドマスターということになりますね。じゃあよいしょ、それでは行きたいと思います。ではシルエットスタンバイ、レディーゴー。8m ヒットしましたね。すべくして外しましたね。ちょっとやばかったっすけどね、今ね。なんかやっぱ疲れてんな、今頃。よいしょ。30秒前で。はい、盛りました。とりあえずスタンディング18点ですね。さあ、ではプロも行きましょう。はい、それでは、プローン行きたいと思います。ちょっと標的ね、見えないけど、ちょっとここら辺で行ってみたいと思いますよ。よいしょ、じゃあ中古カバー外して、コッキングは終わってからやるか。はい、じゃあとりあえず行きましょう。はい、スタンバイ、レディーゴー。よいしょ、あ、始まってない。よいしょ、はい、8メートルまず当たりました。9メートルも当たりました。
30秒前です。いやー今ちょっと焦ったな。10メートル外しました。やばい、時間がやばい。あー焦ってる、焦ってるよ。おわーくそいやーまあちょっとしょうがないな、時間がねえからな。いやまあ絵的には美味しいですね。はい、これスタンディング当たってますね。してプローン、はい、まず8メートル、はい当たってます。そして9メートル、はい当たってます。そして10メートルがでん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 、うわあと、もうちょい、もうちょい、かすってる。吹いても落ちませんね。ということで本日の終了です。プローンやっぱね、まあまあしょうがないね。ということでね、ブルーズアイが95の 3X、 そしてプローンプレート52、シルエットが18の 9で 27。いやープローンちょっと悪いなこのとこな。ということで本日は174の 3X。 まああの 10m がね当たってればね180なんですけどね。ということでね、今日の1周目こんな感じでした。ね今日これ多分この後アップして、まあ今日の話になっちゃうんですけど、3月26日の土曜日ね、午後の6時ぐらいから、ハードワークラブマッチというのをやります。これ1周回ってね、誰が一番かっていうのを決めるんですけどね、前も撮ったと思いますけど、これで、この歴代の優勝者の名前が並んでるんですけど、はい、ということで今回第14回ということになりますね。果たして誰が優勝するんでしょうかね、楽しみですね。ということで本日はここら辺で終わろうかと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃんと。